PC 版スノーランナーをやっていきます。今回は契約、冬の到来、をやっていきます。契約を有効にすると、パイプ台が出現します。このマップに移動しないと、出現しないかもしれません。クレーンでパイプ台を積み込みします。まずは、パイプ台を2個運びます。貨物を落としてしまいました。工場の敷地マップに移動します。
イプ台を1個、第2ポイントに運びます。パイプ台1個を届けました。パイプ台1個を第1ポイントに運びます。足回りへのダメージがすごいです。パイプ台1個を届けました。残りのパイプ台1個を運びます。
パイプ台を届けました。契約完了です。今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。